Hello and welcome back to another episode of Persona 5 Scrabble, and we are continuing right from where we left off. This side. Makasero! この先立ち入り禁止？なんだろこれ。なんだか不思議な感じのする場所ね。なんか面白そうじゃん。入ったらやべえかな。な、そこはやめとけ。その先は宇滝だ。書いてあんだろ。宇滝？簡単に言や、琉球時代の信仰の聖地だ。神が住んでるとか訪れるとかでな、今でも地元の人間は大切にしてる。むやみに入ると怒られるぞ。へえ、そんなのあんのかよ。まあ土地のことを調べておくのは捜査の基本だからな。もっと褒めていいぞ。じゃあこの島には琉球時代から続く伝統的な風習が残っているんですか？ああ、人知を超えた者への畏敬の念ってのはそうそう消えるもんじゃねえ。お前らも神様を怒らせる趣味はねえだろう。おとなしく戻るんだな。いや、あれは別物だな。そう言われると少し妙な気もするが。ネットで調べてみたが、特に何かがあるわけじゃないんだな。私には海岸にある岩の形や波の音や海の中にいる生き物の方がずっと興味深い。人はそれぞれが持つ価値観で何を心に留めるかが変わる。お前にとって何でもない場所でも別の誰かにとっては聖地だったりな。価値観か。すまん。お稲荷の腹時計は今日も正確だな。まあでもさすがに腹減ったわ。海で遊びまくったし。それじゃあお待ちかねのバーベキュータイム行っちゃう？わーよ、肉祭り in 沖縄だぜ。カレーも忘れるな。ルブランカレートロピカルスペシャルな。バーベキューと関係ないし、フェリーでもカレーだったわよね。望むところだ。南国の白い砂浜にはカレーこそがよく似合う。全然意味わかんねえけど、お前らマジでカレー好きだな。なあ、さっきはありがとう。海の中を案内してくれてとても神秘的だった。 AI には見ることができない光景だ。心が弾んだっていうのか。私に心はないのにな。気を使わなくて大丈夫だぞ。ただの事実だ。だが理解していくことはできる。さっき海の中を見てそう思った。隣にはお前がいて、そして怪盗団の仲間がいて楽しい。そうだ、これが楽しいということか。そうか、また一つ感情を学んでしまった。記録、ソフィアは楽しいを学習した。おい、またかよ。お二人さん、さっさと肉食おうぜ。肉、うん、やっぱ肉うまっ。ちょっと、そのお肉私が狙ってたのに。今日もカレーがしみる。この流れならば明日はカレーうどんでどうだ。どの流れだかは置いといて、油揚げも入れてお稲荷カレーうどんな。でも出発してからずっと美味しいもの食べてばっかり。旅先だと
つい食べ過ぎたりするわね。ちょっと気をつけないと。え、マコトなんて超スリムじゃん。ねえ。え、お世辞でもやめてよ。本職のアンもいるのに恥ずかしいじゃない。つか別に太ってもいいんじゃね。その方が体重乗った月とか打てそうだし。試してみる。いや、ちょっと待って。どうした、善吉、もう食わねえのか。あ、いや、何かあったの。なんでもない。だがそろそろ片付けとけ。明日に備えて早く休むぞ。はーい。おい、お前ら、ちょっと気になることがある。どうしたんだよ急に。いいから静かに聞け。あのな、探せ。主様の聖地を犯した罪人を許すな。おい、どうなってんだ。あいつらヤバすぎんだろ。ああ、善吉が気づいてなかったら危ないところだった。聖地を犯したって言ってたけど何のこと。え、だけど私たち入ってないよね。もしかしてあの研究所のことか。研究所の入り口に間違いなしめ縄があっただろう。確かに。そして俺たちはそれをくぐり中に入った。いやいやいや、なんで研究所が聖地なんだよ。聖地だとしたって入って殺すってなる。目とか普通じゃないし。あんなのどう考えてもおかしくなってるとしか思えないんだけど。もしかしてこれって。じゃあこの島にもキングがいるってことか。でもジェイルはないって言ってたよな。ああ、ジェイルの匂いはしない。だが嫌な感じはすると言っていたな。この状況、海神の影響としか思えないが。でも襲ってくるなんて今までなかったよね。もしかしたらソフィアにも感知できない何かがあるのかも。どうする。ここにいてもいつか見つかっちまう。確かにあそこも聖地なんだし、島の人たちも来ないかも。いや、同じ聖地に行くんなら研究所じゃないか。どういうことだよおっさん。
奴らにとってあの研究所が聖地ってんなら、それだけ重要な場所ってことだ。孤島で逃げ回っててもいずれ自利品になる。だったら原因を潰した方がいいだろう。原因ってジェイル？だがジェイルは、まあジェイルはないかもしれん。だが何かが見つかるかもしれん。このままここに潜んでいるよりはいいと思わないか？そうだな、わかった。研究所へ行ってみようぜ。いやいや、どう行くんだよ。絶対途中で見つかるだろう。だから見つからないように行くんだよ。お前ら怪盗団だろ。いや、それは認知世界での話であって。こうなりゃ腹くくれ。俺も一緒だ。気合い入れてついてこい。持ってきてないよね。ああ、今のところ気配はないが。意外だな。島民が見張っているかと思ったが。いや待て、足音だ、隠れろ。何してるのかな。ここからじゃよくわからないけど、こいつはチャンスかもしれねえな。幸い相手は一人だ。捕まえれば何かわかるかもしれねえ。大丈夫だよ、ここはプロに任せとけ。おっさん一人でやる気かよ。訓練は受けてるから安心しろ。お前たちは誰か来ないか、ここで見張っててくれ。おっさんがなんだかかっちょいいぞ。あのすみません。貴様、主様の聖地を犯したな。もっと急に転んでどうしました。またかよ、思いっきり投げ飛ばしてたじゃねえか。いやいや、正当防衛だろうが。さすがは公安といったところか。おい、こいつを見てみろ。今朝見た張り紙ですけど。よく見ろ、18日が19日になってるぞ。こうやって研究員が戻る日程を引き延ばしてやがったんだ。なんでこんなこと。おそらく研究所を調べに来たやつを島に足止めしとくためだ。明日戻ると分かればその日はこの島で過ごすだろう。そして夜襲を仕掛けるって寸法だ。ここの秘密を守るためにな。小賢しい真似を。さてと、こいつを調べねえとな。改心されてんならスマホとエマが。お、発見。うん、やっぱりエマは入ってるな。それとフレンドは一人だけ。産方修造。もしかしたらその産方ってやつが沖縄のキングかもしれねえな。キーワードはどうだ。キーワードはさすがに。いや、ちょい待ち、変なメール残ってる。エマシステムモニタリングのお願い。エマのモニタリング。うわ、キーワードまで書いてあるぞ。オペレーションオラクル。送り主はわかるか。知らないアドレスだな。研究所からか。こいつらは皆研究所からエマのモニタリングを依頼されていた。どうする。これによるとキーワードはオペレーションオラクルだ。ここが改心された人にとって聖地ならジェイルと関係がある可能性は高いわね。でもよ、ここにジェイルはねえはずだろ。だよなソフィア。わからない。少なくとも匂いは感じない。
そうだな。ダメならそれだけのことだ。もしここにジェイルがあるなら、キーワード入力で移動することになる。お前ら、やってみるしかないさ。覚悟はできている。今は異世界の方がまだ安全かもだし。よし、なら。エマ、産方修造に友達申請だ。キーワードはオペレーションオラクル。やっぱダメか。待て、ジェイルの匂いだ。急に周囲からジェイルの匂いが。キーワードが入力されました。ナビゲーションを開始します。ここは研究所なのか。だいぶホラーだな。嫌な予感しかしないぞ。クイーン、どうしたの？何？別に平気よ。いや、声引きつってし。うわお！ビビらせんなよ！なあ。何？お前らってそういう。友達です。やっぱりここにはジェイルがあったみてえだな。じゃあさっきの産方っていう人がキングってことだよね。でもどうしてソフィーが感知できなかったんだろう。今まで眠ってたのかもしれない。眠っていた。キーワードを入力した途端ここが目覚めたみたいに感じた。それってスリープ状態みたいなものか。新しいパターンだな。大変な状況のようですね。この地で待つのは人ならざる者。彼女はここで。いえ、やめておきましょう。私の役目はあなた方の行く末を見届けること。あくまで自分たちの目で確かめてください。さて、ここへお呼びしたのは新たな処刑の用意ができたことを伝えるため。ペルソナの集団処刑三神合体が執り行えるようになりました。三神合体ではより強力なペルソナを生み出すことができるでしょう。うまく活用して今後の戦いに備えてください。ごきげんよう、トリックスター。合体を行うのですね。Yeah, and it just kind of pops up in there, doesn't it? I'm a good shopper, but I can't make yet. I can't make an Arahabaki, which might take a bit. I'm just sworn your resistance is really different.Three weaknesses. 継承するスキル。
このペルソナでよろ。では始めましょう。新たな力が得られるようです。継承するスキルをお選びください。このペルソナ生まれ変わりなさい。I'm pretty sure I'm over level. So that means that anything I'm having here right now is probably bad for this area.ご覧になりますか？ご覧ください。これでよろしいです。では、お釣りください。では、ご武運を。どうしたよ。とにかくよ、島の奴らが改心されてんなら願い取られてるってことだろ。さっさと取り返して元に戻そうぜ。でないと俺らが危ねえ。そうだな。まずはそのアリカを探し出そうぜ。やっぱ夢じゃねえよな。頭がどうにかなりそうだ。悪いが、俺はここで留守番してるぜ。この世界のことはさっぱりだからな。ああ、私たちに任せろ。こっちはシャドウ退治のスペシャリストだ。はいよ、おとなしくしてるぜ。ちょっと待って、ソフィ？奥から誰かの声がする。声ってどういうこと？誰かが呼んでる気がする。確かめに行ってくる。おい待て、ソフィー。おぞ、ジョーカー。 Does that mean I don't have... Oh. Yeah, she's gone. Okay, I need you to come with... Yeah, I need you to come with me. She was technically a support. Yes, override a skill. Not bad. No, well, I mean... Okay, that's fine. That's fine. Yes!あいつ、いきなりどうしたってんだよ。声がすると言っていた。とにかくソフィーを追いかけるぞ。なんなのここ、めっちゃ不気味なんですけど。クイーン、大丈夫？大丈夫よ。早くソフィーを探しましょう。待って、何かあるわ。これってボイスレコーダー？とりあえず再生してみるか。この計画は研究者にとって、いや人類にとっての悲願。全ての被験者に改心による幸福を。ジェイルシステムが活性すれば人類は苦しみから解き放たれる。さあ祝杯をあげよう、この壮大な計画と人類の栄光に。エマを利用すれば必ずやそれが叶う。
エマ、それにカイシンって、やはり一ノ瀬の言ってた通り、エマはここで何かされていたらしい。ジェイルシステムとも言ってたよね。ここで研究していたものが読めてきたな。ええ、確かにそうとしか思えない内容ね。とにかく今ここで考えてる暇はない。まずソフィーを追うのが先決だ。だね、急いで追いかけよう。ったくあのバカ、一人で勝手に突っ走りやがって。一層不気味な雰囲気だな。何が待ち構えているのか。視界が悪くて危険だ。ソフィーは心配だが、注意して進むぞ。 OK, speaking of proceeding with caution, I'm actually going to stop things here for the YouTube recording. Just because this is telling me that there's going to be a pretty long sequence. So until the next episode, I'll see you then. We'll start pretty much right from this spot. So we'll catch you in the next one.